さあ、始まりました。千葉トンバトルスプラッシュ、サンドスプラッシュ、月火金さんと千葉の彦と水木さんとカメラ友達がガチでバトルというバトルスプラッシュでございますが、ライブ YouTube も浸透してまいりまして、皆さんにご覧いただいておりますが、ぜひ FM新潟.com サンドスプラッシュのページにピックアップ、サンドスプラッシュムービーというのがあります。そちらをクリックしていただきますと、なんと動画で見れちゃうということでございますので、ぜひご覧ください。さあ、今週はですね、来週18日が海の日ということで、海にちなんだ対決をしております。昨日は釣り対決でございました。今日はですね、流木アート対決ということでございまして、私、9日土曜日コスモクリーンキャンペーン in 富士塚浜でいろんな流木を取ってまいりました。その流木を使ってですね、アートをしてみようと。そして皆さんから10点満点で点数をいただきまして、その点数によって勝敗を決めようというものでございます。1分間で流木をペインティングする。これはなかなか難しいところでございます。そしてそのコスモクリーンキャンペーン in 富士塚浜でございますけれども、1ピースのライブも行われたんですけれどもね、ぜひオンエアが31日日曜日の朝8時から変わりましたので、お気をつけいただきまして、31日日曜日朝8時からチェックしてみてください。よろしくお願いします。では1分間ですよね。でポスカで色を塗る、ポスカで色を塗る。僕がチョイスした流木はこれでは参ります。用意スタート。イメージはね、そうなんです、エクスペクトパトローナームなんです。そいつをこの流木でいっちゃおえっていう話なんですけどね。まず緑、うふう、綺麗だね。緑でシュイシュイってなるわけですよ。あとパトローナーム色、これパトローナーム、ソードパトローナム。はい、いいですよ。パトローナムってますよ。30秒ですね。全部なん黄色。三原色。塗って。発色がいいな。思ってたより。根元を赤にしたいんです。ほらほら。これはこの流木アートの名前はエクスペクトパトローナーム。さあ、これを後ほど画像で撮りまして、サンドスペシャルページにアップをいたします。10点満点であなたが点数を決め、お送りください。お待ちしております。楽しみですね。何点がつくんでしょうか。以上、千葉とバトルスプラッシュでした。ありがとうございます。